皆さんこんにちは、なあちゃんです。今回はジャニーズアイランドストアの購入品を紹介するんですけど、マジで何を頼んだかを忘れてしまって分かんないのでちょっと開けていきたいと思います。結構前のものとかが割と発送が遅いので何を頼んだか本当に忘れちゃって、じゃーん、写真か。とりあえず写真が入ってました。あー、アクスタね、はいはいはい、わかりましたよ。アクリルスタンド、2022年春だ。じゃーん、届いた。そうだそうだ、新しいの、そういえば出たね。あー、かわいいね。すごい、ちょっと開けていきますね。アクスタね、どんどん増えていくという。すごい、こんな面積あるの初めてかも。傘さしてます。あ、今回から袋なくなったんだ。この台座の袋がなくなりましたね。ハイスクールヒーローズもなかったんですけど、袋なく、これもなくなったんですね。コスト削減かな。かわいい、雨の模様をしてる水玉、かわいい。やっぱイメージカラーだと分かりやすいですね。え、今回どうなんだろう、全員分知らないのであれなんですけど、こんな感じでした。アクスタ、またアクスタの友達が増えました。写真も届いたんですけど、ちょっとまあこれでちょっと見せれないと思うので、ちょっとただ反応だけを見ていただけると。あー、かわいい。なんか今回なんだろう、なんか今回のあのレインコートみたいなのがすごいテカテカしてる。なんかナスカ、なんかこけてる、大丈夫か。ナスくんって意外とあの目の下にほくろあるんだ。あ、この美女好きかも。あ、でもちょっと探そう。とりあえずあの発売されたやつは全部買ってるんですけどそう、全部買ってるんですけども、ジェニアイのグッズ買うのを忘れたので、ちょっとナスくん集合写真、なんかナスくん、黄色、って感じだなあ、でもこれぐらいの暗さの髪が好きかも。なんかタートルネックあんまり似合わない、なんだろう、ストレートなのかな、骨格ストレート骨格ストレートなのかな、わかんないですけど。あ、指ハートしてるわ。待って、めっちゃ好きな美女がないこれはジャニアイのなんか集合だな。和田くんと川崎くんと水くんと、あとレイヤーくんと、なんだっけ、大東くんか。マスくん前髪ありの方がいいな。てか水木くんかっこいいかわいいな、あなた。いい声ですけど。あ、次なんか制服みたいな衣装。あー、やっぱ前髪欲しいわ。なんか龍河くんがさあれみたいなんだが、福浜流星くんの銀髪にめっちゃ似てる。あー、ね、これ藤井くん顔どうした、どういうあれなん。あ、でもこれ好きかも。美少年がみんな肩組んでるやつ好きかも。わ、来た来た、私の好きなナスナーっていうのかな、ナーくん、ナスナーだな。え、なんかすごい痩せてない、大丈夫ナスくん、これ心配になっちゃうわ。めっちゃ痩せてるよ、大丈夫そう。なんか痩せすぎて心配になって。美女はいい。あー、これはちょっとよろしくないかなやっぱ前髪欲しい、前髪があるやつがいいな、結論こんな感じでした、マジで。あー、でもやっぱ一番最近のあれ、これがいいかな。アクスタの美女がいいな、やっぱアクスタが一番美女いいかも。アクスタの美女の、あ、私この首痛いポーズが好きかも、こうやってるこうやってるナスくんが一番いいかも。いろいろね、大変だと思うんですけど、発送がちょっと遅いっていうか、頼んだ時期より何ヶ月か遅れてくるので、
マジで何を頼んだか忘れるっていう。まだあのジャニーズストア、オンラインアイランドじゃない方のジャニーズのオンラインのやつがまだ1個開けてないのがあるので、そのまた動画を出してと思います。そうマジで溜まってんのやばいよね。開けないといけないなと思いながら絶対開け、あの動画にしたいので撮ってるんですけど、全然開けてなくて、また動画にして出したいと思います。はい、そういうことで以上、なあちゃんでした。バイバーイ。